うっす、どうもダキです。今日もね、イーフトアプリの動画撮っていきたいと思うんですけども、本日はですね、はい、木曜日ということでね、以前の動画でこちらの週間 FP のね、当たりランキング評価やっていったんですけども、今回はですね、こちらのショータイム2つ来ましたね。J リーグアワーズのショータイムと、J リーグのね、月間 MVP のショータイムが来たということで、こちらの2つのね、レベマ能力値解説評価やっていきたいと思います。ってことで、まずどっちから行こうかな。こっちから行きますか。J リーグのね、月間 MVP のこちらの4人のショータイムからレベマ能力値解説&評価やっていきたいと思います。評価がいつも通りこんな感じで、僕の個人的な意見ですし、他の実況者さんと違う意見かもしれませんけども、個人の意見として聞いていただけると嬉しいです。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、1人目がですね、中原ひかるっていうんかな、ちょっと僕であんま J リーグ見ないんで分かんないですけど、中原さんで呼びたいと思います。中原さんですね、読み方間違ってたりしたらコメント欄で教えてください。こちら中原さんがチャンスメーカーで両サイドと両ウィングできるということで、ブースターがこちらフリーキックプラス2ということで、決定力、プレースキック、カーブキック力のパラメーターが2上昇しますと。で、スキルがですね、まあ、ダブダとかコンカとかね、ミドル、ワンパス、ルパとかピンクロとか闘争心とかね、まあ、結構優秀なスキルあると思うんですけども、まあ、ワンシューとかね、そういうスキルは欲しいかなという感じなんですけど、これだけでも十分やれるスキルはしてますね。はい、中原さんのおすすめのタレントデザインがこんな感じなんですけども、そうですね、まあ、結構ね、ドリブルに振ったんですけど、まあ、ドリブルね、10振ってもボールキープ、やっと80乗るって感じなんで、まあ、そこはどうなんかなって感じなんですけど、結構バランス取れてますし、個人的にこのキック力101いくのだいぶエグいと思いますね。まあ、フリーキックプラス2っていうブースターのおかげで、まあ、プレースキックとかね、カーブっていうのはね、こんだけ数値あるのでめちゃくちゃ高いと思いますし、スキルもね、なかなか優秀なので、まあ使えないわけではないと思うんですけども、まあ、チャンメってね、結構ね、優秀な人いますし、そう考えたらどうなんかなって感じですけど、まあ、そうだな、サイドで使うならね、もっとスピシュンが欲しいかなっていう感じはするので、最悪ね、パス数値とか何も振らずに、もうほぼ、まあ、ちょっと位置余ってますけど、こんな感じで瞬発とかにめちゃくちゃ振るっていうのもありやと思いますし、もうシュートもね、何も振らずにもう84、決定力84いくので、もうここクイックネスガーン言っても90、瞬発90とか上げて、まあ、余った2を決定力とか、まあ、こんな感じの結構ね、特化型、ドリブルスピシュン特化型にするのもだいぶ強そうな感じはするので、まあ人によって育成はどうなんかなっていう感じですけど、最初の育成か、この育成がおすすめかなっていう感じですね。まあこう見たらだいぶ使えそうですけどね、ボディバラも90いきますし、これやったら、めちゃくちゃ強そうな感じはしますね。はい、全然ね、強いと思います。はい、続いてが松本さんで合ってますかね、名前。松本さんですね。2列目からの飛び出しということで、両サイドと OMF できますね。で、ブースターエアリアルプラス2ということで、決定力、ヘディングジャンプ、フィジコンのパラメーターが2上昇と。で、スキルがですね、足裏、ヘッダー、バックスピンロブ、ピンクロチェイシング、エアバトル、闘争心と。まあまあ、そんな感じであるんですけども、やっぱりね、基本的にダブタは欲しいですね。で、OMF とかで使うなら絶対ダブタ欲しいし、特にね、まあ、ミドルシュート、ワンパス、ルパー、アウトスピンとかワンシュートとかも欲しすぎるスキルはまずあるんですけど、まあまず絶対にダブター欲しいかなっていう感じですね。はい、松本さんのおすすめのタレントデザインがこんな感じなんですけども、まあそうですね、2列目からの飛び出しって激戦区なんですけど、まあ能力だけ見るとね、まあ弱くはないと思うんですけども、まあ何が長所なんかなっていう感じはしますよね。スピシュもね、うん、まあスピードとか速いですけど、まあまあって感じですし、ドリブルとか11振ってもこんな感じなので、まあどこを特化させたとしてもちょっと微妙くなるかなっていう感じはしますし、スキルもね、ここにダブターをね、うん、追加してあげるってなるのはだいぶこの松本さんに対して愛がある方じゃないと無理やと思うので、まあ、ガチスカ級かって言われたらどうなんかなっていう感じはするんですけど、個人的にはね、なのでまあ個人的にはこのガチャの中ではまあ外れ枠かなっていう感じになりますね。ちょっと何が長所なんかなっていう感じはあるので、ドリブルとか11、クイックネス10、脚力13振ってもこんな感じなので、そうですね、ちょっと微妙いかなっていう感じはしますね。はい、続いて豊川さんで合ってますかね、豊川さんですね。豊川さんがインデシということで、両ウィング ST、センターフォワードできますね。で、ブースターがテクニックプラス2ということで、ボルコンドリブル、ボールキープ、グラパのパラメーターが2上昇と。で、スキルがですね、こちらもヘッダー、アクロバティックシュート、ワンシューチェイシング、闘争心とか、まああるんですけど、やっぱダブタ持ってないの結構痛いかなって感じですね。先ほどのね、松本さんと一緒で、やっぱりね、つけたいスキルたくさんあるんですよ。ワンシュー、ワンパス、ルパー、アウトスピン、ダブタ。つけたいんですけど、まずダブタはつけてあげたいかなっていう感じはしますね。あ、すいません、ワンシュー持ってましたね。はい、豊川さんのおすすめのタレントデザインがこんな感じなんです
けども、そうですね、まあ、先ほどの松本さんよりかは優秀かなって感じはするんですけども、まあ、こちらもですね、まあ、結構クイックネスと脚力に振ったんですけど、87瞬発91点のいいですね。でドリブル能力がね、まあ、ボルコンがちょっと心配なんですよね。やっぱちょっと80ちょうどということで、まあ、どうなんかなって感じはするんですけど、オフェ戦とかボルコンは高いので、そうですね、まあ、やりにくいわけではないと思うんで、まあ、インレシってね結構ね嫌われがちなんですけど、まあ、無印のセンターフォードで使うにせよね、ちょっと身長があれなので、そうですね、能力的にはサイド型なんですけど、プレイスタイル的にサイドで使えるかって言ったら、ちょっとインレシってね、まあ、使える人やったらいいと思うんですけど、どうなんかなって感じはしますよね。まあ、それに付け加えて、ちょっとスキルはね、あんま優秀じゃないので、まあ、この方に対して、ダブタとかね、ワンパスルパとかをつけてあげるぐらいの価値があるかって考えたら、どうなんかなって感じはするので、まあ、能力はね、まあ、基本的には優秀ですけども、ガチスカ級ではないかなっていう感じはしますね。まあ、J リーグのイベントとかでは結構無双できると思いますね。はい、続いてラストが大迫ですね。大迫がですね、リンクフォワードということで、パスプラス2ですね、グラパ、フラパ、カーブキック力のパラメーターが2上昇と。で、スキルがですね、まあ、ヘッダーミドルとか、ワンシュー、ワンパスルパ、ピンクロー、PK キッカー、チェイシングということで、まあまあ、スキルは優秀やと思います。まあ、ダブータ基本的につけたいかなっていう感じはしますね。はい、大迫選手のおすすめのタレントデザインが、基本的にはこんな感じですね。そうですね、大迫選手も何を特化させるかによりますよね。まあ、僕結構バランス的に育成したんですけど、ほんとスピシュンだけでいいっていうなら、まあ、このシュートとかドリブルとか、まあ、エアバトルっていうのはもうそうですね、もうちょっと避けてもいいかなって感じはするんですけど、いや大迫ね、もっとフィジコンとか上がると思ってたんですけど、まあ、エアバトルプラス5してとりあえずフィジコンを80に乗せたと、まあ、あとキック力がね結構ね優秀やと思うんで92と、まあ、結構ねここの脚力10振って、まあ、キック力92ぐらいにしたんですけど、そうっすね、まあ本当にリンクフォワードなので、まあ背負える形がいいと思うので、もっとねフィジカル上げてもいいと思うんですけど、決定力はねまず80は乗せたかったので、5にしてみました。まあドリブル能力をね、まあもうちょっと下げて、まあフィジカルを上げるっていうのはいいと思うんですけども、まあ多少ね 1,2 っていうのはあんま変わらないと思うので、まあこれがいいタレントデザインなんですかね。まあ基本的にはねガチスカ級ではないと思いますね、個人的に。まあリンクフォワードってね、まあ無印の OMF としてはね使えたりはすると思うんで、 OMF 適性あったらよかったんですけど、いやちょっとセンターフォワードってなったらね、もっと優秀な選手はいると思うので、先ほどと同様で J リーグのイベントではね活躍できると思うんですけども、まあ、ガチスカ級ではないかなっていう感じはしますね。はい、続いてこちらのね J リーグアワーズの読み方合ってるんかな、 J リーグアワーズやんな。じゃあこちらのショータイム4人のね、レベマ能力値解説&評価やっていきたいと思います。この大迫にねフェノミナルフィニッシュついてたり、エリキリマ選手にモメンタムついてたりと、まあこちらは結構ね期待できますけど、いかがなんでしょうか。それでは早速やっていきましょう。さあ1人目、フアンマ・デルガド選手ということで、ちょっと僕すいません初見なんですけども、ターゲットマンですね、プレイスタイルが。でこちらトータルパッケージですね、プラス3ということで、まあ僕的にちょっと詐欺ブースターと呼んでるんですが、まあ、トータルパッケージプラス3ということで、個性に含まれるパラメータを除く全ての選手パラメータが最大3上昇すると、まあ、ただし効果発動する条件としては、ゲーム内の上記のリーグ選手数により変動すると、20人以上で最大効果を発揮ということで、20人以上ではないとプラス3されないんですよね。確かプラス2されるとしても13人ぐらい入れないとダメで、なのでここの紹介ではねもう全部プラス3されてるんですけど、もう基本的にはプラス1と考えてもらった方がいいブースターとなっておりますね。でスキルがヘッダー、コンカ、ミドル、ワンシュー、 PK キッカー、エアバトル、キャプテンシー、闘争心ということで、まあ、こちらもつけたいスキルたくさんありますね。特にスルーパとかダブタはつけてあげたいかなっていう感じはしますね。はい、フアンマ・デルガド選手のおすすめのタレントデザインがこんな感じなんですけども、ちょっと僕ねここねブースター押してないのは、ここプラス3されるんですよね、イフトハブやったら。でプラス1と考えてほしいので、もうここブースター発動せずに、このトータルパッケージに関してはね、皆さん自体がここからプラス1と考えてもらう式となっておりますので、皆さんここからプラス1としての能力として考えてください。まあそうですね、本当にね、まあ、逆足精度とかは優秀なんですけど、やっぱちょっとターゲットマンで何をねメインに上げたらいいかなって考えた時に、やっぱ僕ね決定力やと思ったんですよ。まず決定力を90乗るようにしました。こっから89なんでプラス1されて90ですよね。でドリブル能力はまあ6振ってるんですけど、とりあえずボールキープ80乗るようにして、まあクイックネスとかね脚力はねちょっと迷ったんですよね。フィジカルに当てるか悩んだんですけど、まあもうね本当にねフィジカルに振りたかったりしたら、まあ、こんな感じで
もいいと思いますね。瞬発1個下げてフィジカル、まあ、こんな感じでもいいと思いますね。こうやったらスピードが82いって瞬発76と、でキック力90乗って、まあ、フィジコン88で、まあ、1上がって89と、まあ、あと1個上げたら90乗るんで、まあそうですね、スピード落とすのもありやし、もうちょっと瞬発落としてフィジカルに当てていただいて、まあ、余った1ポイントどうするかって感じにはなっちゃうと思うんですけど、そうですね。けどこれでもガチスカ級かって考えたらね、まあ、クロス多用する人やったらありかもしれませんけど、クロス多用するにしてもね、ヤンコレルとかドログバの方が優秀やと思うんで、うん、基本的にはガチスカ級ではないと思いますね。まあスキルもね、ダブタとかわざわざ追加してあげれるような選手ではないと思うので、まあ、J リーグイベントでは活躍できると思いますが、基本的にはガチスカ級ではないと思いますね。はい、続いてアンデルソン・ロペスですね。アンデルソン・ロペスがですね、リンクフォワードということで、センターフォワード ST で使用できてですね、こちらもトータルパッケージですね。でスキルはシザースヘッダー、ミドルシュート、アクロバティックシュート、ワンシューワンパス、ルパノールックパス、 PK キッカー、闘争心ということで、まあなかなか優秀やと思いますね。本当にダブタつけてあげたら、まあ、ほぼ優秀なスキル構成にはなると思いますね。はい、アンデルソン・ロペス、個人的なおすすめのタレントデザインのやり方がこんな感じなんですけども、まあここからまたプラス1として考えてほしいんですけども、まあ、ドリブル能力を結構9ぐらい振って、まあボールキープがねプラス1されて80いくようにしました。でグラパもプラス1されて80乗ると、で決定力4振って82、プラス1されて83、ヘディングもプラス1されて80ということで、まあ、結構色変わるようにして、スピードもね89なので90乗るようにしました。そうですね、まあなかなか使いやすそうな感じはしますし、まあ、身長もね185cm なので、まあ、どうなんかな、大迫と比べたらどうなんかなって感じはするんですけど、まあそうですね、やっぱガチスカ級ではないんですよね。こちらももっと優秀なセンターフォワードっていると思うので、まあ、基本的にはスルーでいいかな。この選手もやっぱりこの優秀なスキルを追加するまでの価値はないかなっていう感じがしますね。まあ、ただ好きな方もいると思うので、まあ J リーグのこのアンデルソン・ロペス選手が好きやったりとか、まあ、この人絶対使いたいという方だけ引くのはありかなっていう感じですね。まあただガチスカ級ではないかなっていう感じがしますね。さあ先にこちら行きましょう。大迫選手ですね。大迫選手がですね、こちらがボックスストライカーということで、まあ、こちらもブースタートータルパッケージですね。でスキルにヘッダー、ヒール、トリック、ワンシュー、フェノミナルフィニッシュ、ワンパス、ルーパー、ピーキッカー、チェイシング、ヤバトル、闘争心ということで、はい、マジでねフェノミナルフィニッシュついてるのはエグいし、まあダブタつけてあげたらだいぶ優秀なスキル構成になりますね。はい、大迫選手のおすすめのタレントデザインがこんな感じなんですけども、そうですね、やっぱね水色ないのはどうなんかなっていう感じするんですけど、こっからプラス1として考えた時にやっぱフェノミナル持ってるので、キック力と決定力って大事かなと思ったので90乗るようにしてみました。決定力89、キック力89なので90乗って、まああとはドリブル能力ね、ドリブルがね79なので80いくようにして、ちょっと僕はバランス型で育成してみましたね。まあスピシュンもね88、82になりますね。まあボックスストライカーってねやっぱためが必要だと思うので、まあエアバトリムも4振ってフィジコンが80以上に乗るようにしてみたんですけども、まあそうですね、こちらもガチスカ級ではないかなっていう感じですね。まあ大迫選手好きな方多いと思うので、まあ使ってあげたいなとか、それこそヴィッセル神戸の純正とか作ってる方ならね、だいぶスキル追加ダブタとかしてあげて使うのもありやと思うんですけども、こちらもガチスカ級ではないと思うので、 J リーグイベントでは使えると思いますが、まあ基本的には、ガチスカ級ではないという考えでいいと思いますね。まあただフェノミナルフィニッシュついてて、キック力90、決定力90いくのはまあ強いとは思うんですけど、まあ最近出たロナウドに勝てるかって言ったらそうではないですね。やっぱフェノミナルフィニッシュついたロナウドの方が余裕で強いとは思いますね。さあ続いてラスト、エリキ・リマ選手ですね。こちらがですねラインブレイカーということで、両ウィングと OMF、ST、センターフォワードで使いますね。でこちらもブースタートータルパッケージプラス3ということで、スキルがですねシザース、モメンタム、ミドル、アクロバティックシュート、ヒール、トリック、ワンシューワンパ、ノールックパス、マリシア、闘争心ということで、はい、ダブタとスルーパーつけてあげたいなっていう感じですね。はい、エリキ・リマ選手のおすすめのタレントデザインはこんな感じですね。はい、まずもうフィジカルは弱いので、フィジコンとか気にせずにもエアバトルゼロ振りで、とりあえずねドリブルとかスピションに全部振ってみましたね。決定力4振って、まあプラス1全部されるので83ということで、まあまあいいと思いますし、特にモメンタム持ってるので、まあ、ドリブルとかスピション上げて、もっとねドリブル能力を相手の奥底深くで活性化させるっていう考えで、まあ、ボールキープをね89なので90塗るようにしてみました。はい、この選手が多分今回のガチャの、今回の動画の中での唯一のガチスカ級やと思います。この選手ね、まあ、ライブレでモメンタムって初かな確か、うん、絶対強いと思いますね。まあ、もっとドリブルがねあのモメンタムでアップされるので、もう最悪こんな感じで8振りとかしていただいて、まあ、スピードちょっとキック力とか90乗せて、もうちょっと
15はやりすぎかな、さすがに。まあこんな感じでいいかな。はい、まあこんな感じの育成でもいいと思いますね。こうなったらキック力も89なのでプラス1されて90乗りますし、もっとドリブル振りたい方はね、最初の育成でもいいと思うんですけど、まあそこは好み分かれると思うんですけども、はい、まあ唯一のガチスカ級やと思います。まあエリキリマ選手やったらね、スルパとかダブタ追加スキルしてあげるのはそれぐらいの価値あると思うので、はい、皆さん良ければね、この選手当てていただくのもありかなという感じですね。まああとはね、もうそんな脚力もいらんよって方は、まあこういう育成も好きかな俺結構。まあスピードはそんな気にせんくても、瞬発とドリブル能力を上げるというこの育成もありかなっていう感じはするので、はい、皆さんももし良ければエリキリマ選手ね、3つ育成紹介したんですけど、お気に入りの育成があったらぜひ使ってほしいなっていう感じですね。はい、ガチャの総評なんですけども、個人的にね、 J リーグ月間 MVP は基本的にスルーでいいかなっていう感じですね。この4人の中で欲しい選手がない限りはスルーでいいですね。でこちらの J リーグアワーズこの発音がマジ気になるけど、 J リーグアワーズ、個人的にね、このエリキリマ欲しかったら引いてみるのありかなっていう感じですね。まあただね、ちょっと美課金無課金の方はちょっとね、基本的にねリスクが高いので、もう2つともスルーでいいかなっていう感じがしますね。まあ大迫選手のガチファンとかね、エリキリマが欲しいという方やったら引くのありやし、まあ、ハイ課金やったらこの J リーグアワーズだけ引くっていうのはありかなっていう感じがしますね。まあ基本的にはスルーが安牌かなっていう感じがしますね。はい、ってことでいかがでしたでしょうか。今回はねこちらの選手の評価やったんですけども、まあ、他にもねフォーメーション解説とかいろいろやらせてもらってます。よければチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。 SNS のフォローも概要欄からできますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ってことで以上だけでした。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。